こんばんは。2023年の4月5日か。6時5分ウォーキング直後です。今日はね、1日活動スタートなんでね、長めのウォーキングの後もウォーキングの日なんですが、短い距離です。1時間5分1秒、4.41キロ、237キロカロリー。ちょっとね、休みます。で、合間にね、東京の郊外のあるところなんですがね、線路、高速道路のあたりのね、道でね、ソフトバンクファイブジーってのは、ね、結構つながるとこ多いんですけれども、それでスピードをテスト上がってみました。76、下り76.11メガメプス。これは 4G からの転用ですねっていうのと、多分ね、ここら辺大体そうだと思います。で、綾鷹はね、ウェルシアでね、LYP マイレージ、ペイペイで買いました。マーカーたちが1時間5分1秒。4.41キロ、237キロカロリー。101bpm ですね、心拍数がね。ちょっとね、5キロを走った割にはね、ウォーキング直後のね、あれなんですかね、測定なんですが、ウォーキング直後の収録なんですがね。ちょっと、まあ、6時5分のはね、距離が短いかっていうのがね。4.1キロはそんな少なくないか。あとは、そうですね、50分近く歩いた後にウェルシアがあったんでね、そこでの買いまして、買って飲み物飲んであれ、服用ですね。明日はゆるりとなんかね、あれですね、また明後日後に長い距離歩き、明日って言っても雨も降るので、ね、ちょっとその時によってわかりませんが、ではありがとうございます。今日は今の時点で、517キロカロリー、エクササイズ77分、12,578歩ですね。この調子で1万7000歩ぐらい行くなんてはないかと思います。1日ね。ありがとうございました。